皆さんこんにちは。1週間トレーニングデイ2へようこそ。本日は全身を使ったヒットトレーニングをやっていきます。以前出しましたデイ1のトレーニングと一つ違うところに関して内容はもちろん違いますし、ハイインテンシティインターバルトレーニングヒートということでテンポが良くなってます。はい、なので基本的な、動きに対してはちょっと、テンポを意識してください。もちろん結構ね、慣れてない動きであったり難しい動きっていうのは早く動くことは難しいと思います。フォームが大きく崩れてしまうことは避けてほしいので、一つ一つをダイナミックに大きく動くことを意識しながら少しテンポを上げてやるイメージですね。そしてテクニカルの動きも少し入っていますが、最初のトレーニングの方で説明をしっかり入れていますので、ここを、ね、意識しながら一緒にトレーニングやっていきましょう。お水を忘れないようにしてください。結構息が上がります。間の休憩が入ってはいますが、心拍数の上がるメニューで組んでいるので、結構やってる時に疲れが溜まるのが溜まっていくというか、疲れを感じると思います。でちょっと精神的な戦いに途中になるんで、そこで体温がぐわーって上がってきますので、タオル、そしてドリンク、お水ですね、用意してください。そして結構動きますので、周り手を広げても十分なるこのスペースを確保した上でこのトレーニングを参加してください。というわけでこのトレーニング早速始めていきましょう。一番最初のエクササイズはマウンテンクライマーです。こちらは腕をしっかり伸ばして膝を伸ばして曲げての繰り返しのこの動きを45秒間やっていきます。お腹を中心に体を支えて、そして足も動いているので体全身を使ったエクササイズなんですけど、特にお腹、そして腕、足にかなり、ね、疲労感を感じるかと思います。これは、ね、すごく効果的なトレーニングなんですけど、同じ動きをしばらく続けるとかなりしんどくなってくるので、代謝を上げるにはすごく、ね、有効なトレーニングです。そして体をひねってそのままバービーの動きに入っていきます。腕立て伏せが苦手な方は膝をついて腕を曲げるような動き、もしくは腕を曲げない場合は足を伸ばすだけ伸ばしてそのままテンポよく起き上がります。スクワットをやる際にはしっかりお尻を大きく下げてください。こちらのトレーニングに関してはこれは見ていただいた通りでかなり全身を使います。足の筋肉というのは体の中でも最も大きな筋肉なので、足のトレーニングをすることによって必然的に効率的なトレーニングを行うことができます。そして次はプランクです。下腹にしっかり力を入れてお腹の力を抜かない、深呼吸を忘れないようにしてください。そしてこれを30秒間行っていきます。そうしましたら30秒間の休憩が入った後にもう2つの動きが入ります。それが終わるとセット1が終了です。次のトレーニングを行うまでにちょっと呼吸を整えてドリンクを入れて準備してください。ハンドウォークプッシュアップで、こちらはしっかり足を伸ばして手を突き返しながら前に行き、そして戻ります。こちらの動きも基本的には全身を使いますが、腕を使うことによって腕のアプローチ、そしてこう見えても足、そしてお腹と使いますので、基本的に今やっているトレーニングすべて足、お腹、腕にアプローチがかかるエクササイズを用意しています。これを続けることによって全体に疲労感がたまるのがわかると思います。
しましたら次は腹筋です。足を曲げて伸ばすという動きを上そして横と繰り返していきます。テンポよく行っていくのがこのトレーニングでのコツではあるんですけど、お尻の下に手を引いてあげると結構ねバランスが取りやすいと思います。この種目は様々な腹筋トレーニングの中でも最も効果的でやっていても楽しいトレーニングなので、これはぜひマスターしてほしいと思います。お腹が燃える感じがわかるかと思います。しましたら45秒間の休憩に入ります。そしてセット1と違ってセット2の一番最初、マウンテンクライマーではなく腕を伸ばしたプランクを行います。もうこの辺でかなり疲労がねまだ溜まっている状態かと思うので、この後の動きは基本的にはセット1と同じです。ですのでここのこの最初の部分を耐えていてください。それでは皆さんこの後も頑張っていきましょう。
ありがとうございました。皆さんトレーニングお疲れ様でした。皆様の応援があって初めてこれからもこのようなエクササイズメニューをお送りすることができます。まだチャンネル登録をされていない方はこのチャンネルのサポートの意味も込めてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。継続は力なり。それではまた次回の1週間トレーニングで会いましょう。